機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに登場する、こちらのですね100分の1スケールガンダムバルバトス、ハイレゾリューションモデルですけれども、前回はね開封しただけでこうざっとね全体的に見ていったんですけれども、今回はこちらのね、今回のハイレゾモデルの、一番の特徴と言っていいと思うんですけども、このガンダムフレームですね、こちらを詳しく、ちょっと見ていきたいなと思います。でこちらのね、もう別の箱に入ってましたこの、ガンダムフレームですね、ハイレゾのガンダムフレームなんですけれども、僕もですね実はこれ開けただけでまだ詳しいところ全然見てませんので、この動画を撮影しながらちょっとしっかりとですねこちらをちょっと、細部までですね確認していきたいと思います。でこちらのハイレゾモデルのガンダムフレームは、あらかじめこうね組み立て済みでこうパッケージされてるものなんですが、パッと見でもお分かりいただけるように各場所にですね金属パーツをあしらった、なかなかねこう高級感あるというかこうリアル感を重視した作りになってます。こんな感じですね。僕が好きなのはねこの背中の部分ですね、この後ろのこの感じ、この色分けされたパーツと金属パーツをこうそれ辺がですねこうデザインされたこのね背中の部分とかねかなり好きな感じなんですけれども、こんな感じになってます。いいですよね、なかなかかっこいいですよね。それでこのフレーム部分なんですが、一部金属パーツになってますけれども、それ以外の部分ですね、どういったパーツでできてるかと言いますと、説明書によると、ABS 樹脂ですね、そして、塩化ビニール樹脂、そして、ポリアセタール、そしてペット樹脂という、材質で構成されてるみたいですね。そしてこちらのパーツ、これも、フレームと一緒に入ってたパーツで、アクションベースに接続するときに使う、パーツなんですけれども、こちらは、ABS 樹脂でできてるということです。なのでこのパーツと同じ色のところ、ほとんどですねこの足のこの太もも部分とか、あと、この辺とかこの辺とかちょっとね、紫がかった、グレーのようなこのパーツの部分は多分 ABS 樹脂ということになるんでしょうね。普通のガンプラに用いられてる、スチロール樹脂というものですね、あの硬いプラスチックの部分ですけれども、あのスチロール樹脂自体は使われてないようなので、ひょっとしたらねこの辺ちょっとリアル感増すためにこうエナメル塗料とかですね墨入れとかやると割れてしまったりっていうことが、考えられます。なのであのこのパーツにねいろいろ塗装したりとか、墨入れやったりっていう風にする場合はちょっとねその辺注意が必要かなという感じではあります。それでねやっぱりこれだけねかっこいいフレーム部分なので、ちょっとねこうひと手間加えてやってみたいなとかっていう気分はね起こってくるんですけれども、やっぱりねこうフレーム部分なんであんまり強度を落としたりっていう感じはできるだけこうちょっと避けたいっていう感じはあるので、フレーム部分に関しては何もせずにこのまま僕は今後作っていこうかなと思います。で頭の部分詳しく見ていくと、頭のこの部分ですね、この額のこの角というかアンテナというかこの部分が金属パーツでできてます。そしてこの目の部分ですね、ここはですね塗装されてまして、外装とかと同じような感じでちょっとねパールが入ったような、こう緑色でこう塗装されてるんですけども、これでね外装全部くっつけてしまうとひょっとしたらねちょっと暗くなるかなという色ではありますね。やっぱりね目の部分ちょっとね影になってしまうことがあるので、これはねもうちょっとね明るい色の方が良かったのかなと個人的にはちょっと思ってしまいます。で横から見るとこういった感じですね。でこの辺とかもですね多分外装で隠れてしまうところではあるんですけれども、こうやってねこの辺とかこの辺ですねこう色分けされてて非常にねかっこいいですよね。で後ろから見るとこんな感じですね。で僕はこの首筋のねこの、まるで人間のこう神経のようにこう動力パイプがねこうつながってる感じとかね結構ねちょっとグロい感じではありますけれども、このねメカニカルな感じはね結構好きですね。続いて胴体部分なんですけれども、100分の1スケールの、バルバトスですね、これの前に発売されてるものですけれども、こちらとちょっと違うところがこのねこの部分ですね、この部分のフレーム、こちらはね腕のこう可動に合わせてちょっとこう動いてくる仕組みなんですよね。こんな感じで
こうなんか人間のね胸の筋肉のような感じで動いてくれるパーツがねついてます。そしてあとはこの肩の部分ですね、この部分、シリンダー状のこの部分とお腹の この部分ですね、ここが金属パーツになってますね。で、この胸の真ん中の ここですね、ちょっと横から見ようかな、この部分もこちらコックピットがあるようなところですけども、ここの部分も金属パーツでできてます。で後ろ側はこんな感じで、この辺ね、このエハブリアクターっていうかですね、この辺のパーツとこの本体の部分のパーツね、こうちょっと色分けしてるんですよね。この辺のね、あのデザインとか非常にいいですよね。こう腕をねこう動かすこと、肩かな、肩を動かすことによって稼働してくれる、金属パーツになってますね。そして腕の部分なんですけれども、やっぱり一番面福なねこの肩の部分で、ここはですね、まあ金属パーツになって、もちろんねこういう感じでね稼働はします。で、あとはこの腕の付け根の部分ですね、この部分とか、あとこの肘の部分ですね、この部分で、ちょっと後ろから見ると肘のねこの部分ですね、関節部分とか、あとこの二の腕のこの裏の部分ですね、こちらにも金属パーツが使用されています。そしてこちらは腰の部分で、まあ、ここで目を引くのはこの足のね付け根の部分ですね、こちら金属パーツを使用されてて、あとですねちょっと見づらくはあるんですけども、この腰のね付け根の部分、ここの内部の部分はこちらもね実は金属パーツを使用されてますね。そして後ろ側のこの部分ですね、ここも金属パーツが使用されてます。足の部分はこんな感じですね。で、まあね、フレーム部分なんでかなり細い足ですけれども、金属パーツとしては、この膝の部分ですね。こちら膝の部分と、あと、このすねのね、下の部分、ここにも金属パーツが見えますね。そして足の裏側ですね。ちょっと見えづらいですけど、こうかな。この足の裏の部分も金属パーツが使われてます。横から見るとこんな感じで、この辺ね、ちょっと足首の部分の金属パーツですね。こう横にすると、この辺のね、こう内部のこの部分とかですね、この金属パーツがちょっと見えてね、すごくかっこいいんですよね。で、後ろにこう来ると、この膝のね、裏の部分ですね、この辺か、この辺の金属パーツも見えたりとか、あとこのかかとのね、金属部分がちょっとね、こう見えてきたりっていうね、この辺もね、すごくかっこいいなと思いますね。で、あとは、まあ、色分けがこの辺とか、この辺もね、ちょっと色分けがされてたりっていうところで、本当にね、なんか外装をつけるのももったいないというか、このままね、飾ってもなかなかね、様になるような、こうね、作り込みの感じではありますね。で、このフレームの可動範囲なんですけども、これはね、外装をくっつけてないので、このフレームでの可動範囲がそのままこう外装をつけた状態での可動範囲っていうことではないと思うんですけれども、一応足の部分から見ていくと、でまずは足首の部分、こんな感じに前と後ろ稼働しますね。でね、この稼働と一緒にこの金属パーツのね、この部分ですね、これはなんか人間のね、アキレス腱のようにこんな感じで伸び縮みしますね。そしてもちろん左右にもこんな感じにね、稼働してくれるので、この動きがね、まあ、ガンプラでいくとこの足を開いた時にしっかりこう大腸に踏みしめてくれるかどうかっていうのがね、これで決まってくるんですけども、しっかりね結構可動範囲はね広いですよ。でね、これ後ろから見ても面白いんですけども、でこの左右の動きに合わせてこちらね金属パーツがねこう動いてくれるのもね、なかなかね見ててねいいですよね。でこちらのつま先部分もですね、この上下にこうしっかりとこう稼働してくれるので、この辺もねこうちょっとつま先だったポーズとかもこれでね撮ることがね可能になりますね。こうやってこんな感じですかね、こうちょっと、こうちょっと足が邪魔で見えないですね、こんな感じでこうつま先だった感じでこうしっかりと大腸を踏みしめるっていうのもこの動きで可能になってます。でこの膝の部分の、稼働なんですけれども、こんな感じで、からグッとさらに動くので、このぐらいに曲がってくれますね。で多分ね外装とかつけるともうちょっと可動範囲がこう狭まる可能性はあるんですけれども、フレームの状態ではこのくらい、まあ人間の動きに近いぐらいにしっかりとね曲がってくれます。正面から見るとこんな感じですね。この膝の部分もね、ちょっとこの動きもねなかなかスムーズでいいと思います。こんな感じですね。そしてこの膝の裏のこのね金属部分も、ちゃんと動きに合わせて稼働してくれてます。
この辺の動きはね非常にねスムーズですね。でそしてこの足の付け根の部分なんですけれども、こんな感じに外側にこう付け根から向いてくれたりとか、内側にもね少しこんな感じで動いてくれるので、まあ、この辺はねこの動きがねあるのとないのとではちょっとポーズにねポーズのこうバリエーションにこう関わってくるところなんですけども、この辺もねしっかり180度、ですねグッと曲がってくれる感じですね、まあ、これ以上はいかないですね。これがギリギリ、内側ではギリギリで外側に向けると、この辺がギリギリになりますね。180度以上ですね、まあ、210度ぐらい可動辺があるんじゃないですかね。このぐらい曲がってきます。そしてこの足の横の動きなんですけども、こんな感じに、まあ、水平とは言わないですけれども、まあ、水平に近いぐらいまで、ここぐらいまではしっかりと上がってくれますね。でこの辺はちょっと僕も組み立ててないのではっきりしたことは言えないんですけれども、この横のね腰の部分の外装とか足のね外装の影響を受けてこのくらいのね具合になるかもしれないんですけれども、まあ、あくまでねこれフレーム部分の可動域ということで、見ていただければと思います。フレーム部分だけだったらこのくらい足をですね上げることが可能です。そして前後にはですね、ここはねちょっとこう硬いんですよね。これね個体差あるかもしれないですけれども、足の付け根の部分っていうのはね結構やっぱり硬くしておかないと足がねこう外れたりっていうこともあると思うので、結構硬めなのでしっかり、まあ、パーツをね破損しないように動かさないといけないんですけども、この子ぐらいまで前には上がります。そして後ろ側には、このくらいですね、ちょっとねこの腰のフレーム部分ですね、この部分と干渉もしてくるので、まあ、このくらいがこう足をね前後に開いた時は限界かなという感じですね。で足をねしっかりと曲げるとこんな感じにねちょっと片膝つくようなこういったポーズも、結構、ね、簡単に取ることができます。まあ、この状態でもね足がねこうベタッとこうくっついてるんですよね。この足もこちらの足もですね、しっかりとこう大腸に踏みしめてくれてかなりね安定する、こんなねちょっと不自然なポーズでも安定する形なので、これをね本当にね、まあ、ポーズを取るバリエーションが増えてすごくね楽しくなりますね。そして胴体部分なんですけれども、こちらもですねしっかり前後にこう稼働してくれますね。でここでこの金属部分のパーツも一緒にね連動して動いてくる仕組みになってます。であとはこの横の動きもできるので、このぐらいに横にね傾けることができますね。その時にこのね金属パーツが伸びたりこっちは縮んだりっていう感じでこういう風にね稼働してくれますね。この辺もねなかなかね本当にポーズを取る時にこのねちょっとした動きなんですけれども、これがねあるのとないとでは、ね、ポーズの完成度に関わってくる動きではありますね。そして肩の部分なんですが、こちらはですねこの胴体に近い肩の部分と、あとこう腕に近い肩の部分ですね、こちら2段階で動くような感じになってます。で胴体に近い部分はこんな感じですね、この肩の、このパーツですね、このパーツが稼働する感じで、このくらい前後に動いてくれますね。でこの辺のねこの肩のシリンダーがね連動したりとか、この胸の部分のパーツがね連動したりっていうので、すごくねこれの動きはかっこいいですよね。そして腕に近いですねこちらの、肩の部分はこんな感じですね、前に動くんですけども、ここまでがね限界なんですよね。でこれが限界なんですけれども、ここまで動かした後にさらにこう肩をね肩が先ほどにひねって動きますので、これでね、真上までこう上がってくれる感じですね。なかなか面白いんですよねこの連動した感じが。肩をねまっすぐ戻すと、肩というか、まあ、肩のこの奥のパーツですね、奥のパーツをまっすぐ戻すと腕の感じはここまでしか上がってないんですけれども、さらに肩がねグッと上に上がっていく感じで、真上まで、手が真上というか後ろまでいきますね。この肩の金属パーツをちょっと動かすと腕もねもうすぐ、もうちょっとですね、もうすぐ、もうちょっと上に上がりますので、このくらいか。横に動かすのはここが限界ですね。ここまで手が上がって、さらに肩を回してグッとですね、頭のちょっと後ろぐらいまで上がる感じですね。この動き方って本当にね人間と近いですよね。人間の腕もですね、肩を使わずに腕だけで動かすと多分ね顔ぐらいまでしかね、この
バルバトスのフレームぐらいですね、このぐらいしか動かないと思うんですけど、さらにこうグッと肩を入れることによってさらにこう、ね、上にグッと上がるっていう感じですね。この辺のね動きはねいいですね、なかなか面白いです。それでこちらのね肩の金属パーツも、先ほどのこの手の動きに合わせてしっかりとね邪魔にならないように動いてくれる仕組みになってますね。そしてこの肩から、下の部分なんですけれども、まずはこの腕のね付け根の部分ですね、ここもね内側とか外側にこうグッと稼働してくれるので、この辺ねしっかり動いてくれるといろいろね武器を持ったポーズっていうのが非常に取りやすいですよね。そして、肘の部分ですね、肘の部分もしっかりとこんな感じですね、ここぐらいまで、曲がってくれますね。で手首の部分ですね、手首の部分は、まずねこう上にというかこういう感じで手首をねあの人間のようにこうひらひらできるようになってますね。でもちろんこの、ね、手自体の向きをですねこうグッと曲げてこんな感じに動かすことも可能です。まあ、こういったジョジョ立ち風のポーズも取ることも可能です。そしてこの手の部分なんですけれども、これはですね今こんな感じで手がねこう開いた状態の形をしてるんですけれども、これは武器に合わせて手がこう握った感じっていう形でパーツがねいくつか用意されてます。でまだ切り出してはいないんですけれども、ここの部分にありますように手がねこう握った感じの形とか、あとこの、ね、武器ね、まあ、引き金にこう人差し指をかけたようなパーツもしっかりと用意されてます。でこの部分がね手首の、ジョイント部分のパーツになります。で手首の交換方法としたら、このね手首の部分をこの状態でこう上にね持ち上げると簡単に外すことができます。でこれね簡単に外れるからといって手首がねポロポロするわけではなくて、こんな感じでしっかり入れるとこうねあのどちらかというと手首は硬い感じがするね、あのしっかりとした丈夫な仕組みにはなってます。ただね外すときはすごくね簡単にポンと外すことができます。そして最後に頭の部分なんですけれども、こんな感じですね、横にこう向けることは可能です。でさらに、こうね前後にもしっかり動いてくれますね。まあ、上はこのくらいですね、このくらいが限界ですけれども、しっかりとちょっと、ね、斜め上を向くぐらいはできますね。この首の部分も今ねこれぐっと上を向かせてるんですけれども、上を向いたからといってこうフレームのね不自然な部分がぐっとこう出てきたりということせずに、なんとなくね、まあ、このくらいの可動域ではありますけれども、まあ、不自然な感じもなく、ポーズがね取れそうな感じですね。でこんな感じに、動画を撮影しながらですね、僕も細かいところを見てみたんですけれども、なかなかねやっぱ細かいところもこうやってね色分けねパーツでされてたりとかいうのがあって、本当にねかっこいいフレームだなという感じです。それでこちらのフレーム部分ですね、万が一破損した時に、まあ、部品注文という形で、部分ごとに注文することができます。でこれが頭とボディ部分、それから右腕左腕、右足左足っていう形で、分けてですね、このパーツ一つ一つというわけではなくて、この部位ごとに、部品注文ができるようになってます。で、まあ、腕とかね足とかも、ね、全部外せるようにはなってはいますね。あの実際外しては見ないですけども、この足の付け根からとか腕の付け根から、それから頭も全部、取り外しが可能ですね。でまあ、部品注文のですね価格なんですけれども、この頭の部分ですね、この頭の部分だけ、首から上のこの頭の部分だけが、650円。そして、このボディ部分ですね、この、頭と、手とか足を外したこのボディ部分が、6300円。そして腕の部分ですね、右腕左腕が、これがそれぞれ、各4000円ということで、腕2本で8000円ですね。で、足が、右足左足それぞれ、5000円ということで、足2本注文すると、1万円と。そしてこのアクションベースに接続するこのジョイントのパーツは、60円。なのでこのねフレーム部分をですね、まあ、仮に部品注文だけで、全部ねトータルで注文するとなると、全部で合計が25,010円と、なかなかね
まあ、部品注文でですね、あの一個一個注文するっていうのはあのどうしても高くはなりますけれども、結構な値段になりますね。で今回の動画はやっぱりね、このちょっとお高いねハイレゾーモデルということで、ちょっとね買おうかな買うまいかなというふうに迷ってる方もね、あの大勢いらっしゃると思いましたので、一応この、まあ、ハイレゾーモデルの、まあ、メインであるですねこのフレーム部分を、少しですね、細かく、ちょっと動画にしてみました。で僕もですね、あの本当に細かいところ見てなかったので、この動画を撮りながら、皆さんと一緒にですね確認していったような感じなんですけれども、なかなかねやっぱ見れば見るほど細かいところをねしっかり作り込まれてて、うん、なかなかねいいなと思いますね。まあ、それでね結構なねやっぱり価格なので、まあ価格分の満足度があるかどうかっていうのは、まあ、それぞれね皆さん の, あのお財布事情にもよると思いますので、まあ、それは皆さんのご判断にっていうことにはなると思いますが、まあ、僕はね結構あのこれはねあの面白いなと思って満足はしてます現状でですね。であのやっぱりねガンプラではないなっていう感覚はあります。どちらかというとね、まあ全部作ってないから何とも言えないんですけれども、僕はね、まあ、フィギュアに近いかなという感じですね。なんで、ガンプラみたいにこう作るのがを楽しんでっていうものではやっぱりないかなという、感じはしますね。やっぱここまでね、しっかり作り込まれてるので、でまだね外装の方ねあの組み付けたりしてないので、ちょっと何とも言えないところはあるんですけれども、まあ、ガンプラの楽しみっていうのは作る楽しみと完成した後飾る楽しみってやっぱりあると思うんですけども、ガンプラ好きの中には、まあ、中にはというかガンプラ好きの大部分の方だとは思うんですけども、やっぱこう自分で作業して作っていくっていうその作業時間っていうのがやっぱりすごいね楽しみの大部分でもあるとは思うので、僕もね実際その作る方にこうなんか楽しみを感じるタイプなので、そういったタイプの人にはこの辺のねもう全部完成してますっていうのは少しね、寂しさというか物足りなさまではいかないかな、ちょっと寂しい感じはしますけれども、まあ、それはそれでねこれはハイレゾモデルということでそういった仕様なので、まあ、その辺をねちょっと割り切って買ってみられるっていうのは非常にねありなんじゃないかなと思います。で次回の動画から外装部分の作業にですね入っていきたいと思います。